片手は水平に下ろしたあたりがね、非常に力のいる運動ですが、はい、しかしもうこういう線の美しさというのはこれも先天的なもんなんでしょうね。そういう点もありますし、それからやはりあの基礎的な訓練を小さい時にうんとやってると、なるほど、そういうふうなことを言ってましたね。ああそうですか。あ、今あの、はい、ちょうど振り付けのコーチを呼んで、勉強してるんですけれども、はい、やはりあの大体40分50分ですか、1日そういったこう訓練の時間をちゃんと作ってやってると言ってますね。そうですか。前方の宙返り、いやー、後転跳びが3回あって最後は宙返り、はい、なるほどね。もうこれはね、あの後転跳びの連続から、はいはい、あの3回目は足をつかないで塚原折りですね。なるほど ね、これはもうあの独創性の加点がありますし。あ、そうですか。素晴らしい演技でしたね。いや、ハンガリーのジリンスキー選手であります。名古屋大会では 9.55 という得点を出しております。あの種目別ですけれども、今回は持ち点がありませんで一発勝負であります。ここが最後の部分でしょうかね。そうですね、後転跳び2回の連続の後、はい、足をつかないでそのまま塚原折り入ってますね。なるほどね。はは、まあ、高さは出ませんけれども、非常に難しいと思いますよ。はい、ハンガリーのジリンスキー選手であります。本当に見せてくれました。名古屋大会でもこの種目別選手権で優勝を飾っておりますウーチャーニー選手です。16歳、1981年のモスクワの世界選手権、この平均台で銅メダルを取っております。ゴ・カニ選手であります。アジア大会では、アジア大会史上初の10点満点を出しましたこのゴ・カニ選手、ウーチャーニー選手の平均台をご紹介いたします。もちろんアジア大会は種目別のこの平均台優勝者であります。まずプロポーションがいいですね。足が長くてね、はい、柔らかくて、後転跳び2回連続から後方のダイビングのローリングですね、はい、実にその後転跳び一つを取りましてもこの足の形がね、素晴らしくこの線が出てると言いましょうか。ここからですね、はい、横向きです。後転跳びから後方の支持回転という、今日の出来は素晴らしかったですね。終わりの時点でガの姿勢がはっきり出ましたね、はい、こういう技を一つ取っていましても実に手の先足の先まで神経が行き届いております。最後は2回ひねり、割れんばかりの場内の拍手であります。中国のウーチャーニー選手、ゴ・カニ選手でございました。いかがですか。あのターンのところでちょっと小さなミスがありましたね、はい、あと着地のちょっと一歩動きですね。なるほど、この点がなければ最高の演技ですね、これが横向きで演技をするところですね、はい、この後がいいですね、はい、ピタッと決まってます。なるほどね。平均台の次は中国のゴ・カニ選手の演技であります。残念ながらもう一人アジア大会の金メダリストであります陳英健選手が名古屋大会ゆか運動で脳震盪を起こしまして、残念ながら、この大会にも出場しておりません、エントリーをしておりません。最後のフィニッシュ部分であります和田沙和子選手であります。ゆか運動です。ゾーヤ・グランチャロバ選手、ブルガリアの選手です。この床運動を大変得意としております。場内に曲が流れ始めました。12メートル四方です。黄色の絨毯、1回2回3回はちょっとひねりきれなかったような感じもありますが、3回ですね、2回ひねりですね、2回ですか、宙返りです。この辺が面白い
表情を見せます、表現を見せます、グランチャロバ選手。胴体の動きをね、はい、手足だけではなくてボディがよく動いてますね。なるほど。運動が得意という感じがしますね。やはりこの動きとね、それからその回転系の技が非常によく生きてると思うんですね。そうですね。やはりあのこれ2本立てじゃなきゃいけませんからね、はい、どちらかへ偏っているというのはやはりいけないと思うんです、でそういう点ではバランスが取れていて非常に良かったと思うんですね、はい、まあとにかく技もとにかく素晴らしい技を2回ですね、3回はひねり切れてないんですかね。そうですね、はい、2回ひねりと後方2回の宙返りが2回、そうですね、それにあのダイビングの1回ひねりの後転跳びと、はいはい、片手後転跳びと、はい、タンブリングは非常に数入ってますが、なおかつそれにこのやはり体の線という美しさというものを出さなきゃいけませんから、はい、床運動というのも大変なもんですね。そうですね、中国の呉佳妮選手であります。1981年のモスクワの世界選手権にも出場しております。アジア大会は個人総合で第2位です。優勝は陳英健選手だったんですが、中国の周コーチに言わせますと、実は優勝は呉佳妮選手なんだったんだよということを言ってましたですがね、跳馬で、9.60 という点が出てもおかしくないところを 9.40 と出たんだと、そのせいがあってこの呉佳妮選手は優勝できなかったということを言ってましたですがね。そのウーチャーニー選手の床運動であります。場内に曲が流れてまいりました。あっと12m 後ろ出てしまいましたね。赤旗がパッと出ました。全体の印象、荒川さんいかがですか。軸がちょっと後ろに流れて場外に出ましたけれども、まあ、ああいう強い技もそれから柔軟さも、表現の優しさも全部含まれてますのでね、まあ、場外に出たことが一つ残念だと思いますが、そうですね、内容的には非常に良かったと思いますね。最初はあの屈伸のいわゆる2回宙返りという形ですが、入るときにピーンと体が伸びてから弱になってきますね。そうです、あの伸身体勢から屈伸に入りますと加点があるんですね、なるほど。ですからその技のさばきを使っておりますね。はい、呉佳妮選手です。ただし12メートル四方から一歩二歩飛び出しておりますので、その分減点であります。まあ、今回ソビエトはあの荒川